紙袋を折ります。まずこちらを半分に折ります。こちらの部分を少しだけ内側に折ります。一度広げます。こちらの、折り紙が輪になるように糊で貼ります。このような感じです。こちらの下を、内側に折ります。こちらの袋を開いて角を三角にします。こちらを、上に折り、折ります。反対側を下に折ります。上の部分を少し折ってもう一度折ります。こちらの部分に糊をつけます。貼ります。こちらを折りたたみます。こちらの角のところで折ります。広げます。このような感じです。こちらの端の部分を折り返します。こちらで完成です。